平成26年2月18日、阿蘇市内巻にある内巻温泉を案内する塔が、農林中央金庫福岡支店などによってリニューアルされ、阿蘇市に贈呈されました。阿蘇市に贈呈された阿蘇内巻温泉の案内塔は、平成24年7月の九州北部豪雨によって水没して汚くなっていたために、 農林中央金庫福岡支店と阿蘇森林組合が阿蘇山の木材を使いリニューアルして阿蘇市に送ったものです贈呈式は阿蘇市役所の応接室で農林中央金庫福岡支店の倉田幹事支店長と阿蘇森林組合の今村県政組合長阿蘇温泉観光旅館組合の稲吉純一理事長らが出席して行われました まず倉田幹事支店長が内の巻温泉が活気づくよう復興に役立ててくださいと挨拶リニューアルした案内棟の目録を佐藤市長にまた今村県政組合長がリニューアルしてきれいになった案内棟のパネル写真を稲吉理事長に送りました。これに対して麻生市から農林中央金庫福岡支店と 阿蘇森林組合に対して感謝状が送られ佐藤市長らがお礼を述べて贈呈式を終わりましたリニューアルされた阿蘇内巻温泉の案内塔は内巻温泉入口の国道212号線の交差点にあり夜間は温泉地が分かりやすいように LED 電球でライトアップされます